こんにちは。はるばるエジプトから来てくださいました。占いましょうか。違う。いや、もういろんな体験されてきてて、これがエジプトのね、はい、エジプトの衣装はいろんなのがありました。その中の、中でこれを選んだっていう感じです。すごい。で、このエジプト綿っていうのがすごくまた肌触りいいですよ。ね、あ、柔らかい。うん、ね。エジプト綿で作られたショールを選びました。すごいですね。はい、いや、なかなか買えないから。ねえ。ね、うん、いろんなちょっとどんなところに行かれた方かですね。ちょっと、はい、伺っていきたいと思いますね、はい。興味のある方がいたらまたぜひ行ってもらいたいですけど。はい。最初に、ですね。カイロに行きました。カイロのですね。考古学博物館にも行ったんですけど、はい、ここもすごかったですね。で、もう一つなんか博物館ができてるみたいで、うん、でも、それが今年できるかどうかって言って、うん、大エジプト博物館ですかね、日本も支援しているということでした。で、この博物館回った後に次はオールドカイロって言って、聖母マリアとイエス・キリストの住んでいた、うん、セルギウス教会っていうところに行って、行ってきました。で、その日はもうこの、ところ行って泊まったんですけど、泊まったのがフォーシーズン。フォーシーズンはもう都会の、中にある綺麗な、おしゃれなホテルでした。ここの体験でちょっと面白かったのが、ここだったと思うんですよね。停電したんですよ。停電して停電しても OK 食事するとこが停電したのにそれも OK で、なんかこう作っていた人が携帯で、そばにいる人が携帯ライトつけて作ってたとなんかそういうこともあるんだなみたいな、それもなんか面白かったです。へ、うん、おしゃれなとこでした。綺麗で。で、次の日が2日目で、ウナス王のピラミッドですね。ウナス王って、まあ、ウナスのピラミッド、これはですね、紀元前24世紀に第5王朝の9番目の最後の王であるエジプトの、ファラオナスのために建てられた、こう何ですか、側面がツルツルのピラミッドなんですけど、でもそれがやっぱこう崩れてたりしてね、ガザガザしてたんですけどね、そこに行って、あとセラピウムかな、セラピウムって言って、メンフィスと呼ばれる首都があった場所と、聖なるアピスの地下、埋葬してるとか地下にあるっていうことですね、ようなところです。うん、まあ、いろいろ調べたんですけど、こういう牛とか、が崇拝されてて、その死んだ亡くなったその牛さんたちとかを埋葬するところがあってですね、御影石でできてるんだけど、それが大きくて、すごく大きくて、それがでもどうやって運ばれたのかという疑問点、入り口からは入れないような。御影石って日本のお墓、そうですね、そういうのも使われたとか書いてるのもありますね。巨大でしたね、それが。うん、最大のものは重さが70トンにもなるそうです。すごいですよねと思って、うん、で24の石のそのおかんですね、うん、がセラピウムで見つかったそうですっていうのがそこの場所でした。で、その次が屈折ピラミッド。このピラミッドってたくさんあるんですよ。私は知らなかったです、ピラミッドが。まず屈折ピラミッドっていうのがあったんですけど、ここはもうカイロ郊外のダパシュールにあるっていうところで、紀元前27世紀頃って、もうなんか紀元前何世紀ってよくちょっとピッと来ないんですけど、本当、ね、第4王朝、初代の、
スネフェル王でね、クフ王の父が建設したそうです。うん、1979年に世界遺産に登録されたそうですね。なんかすごいとこだったですね、これも。で、赤いピラミッドもあって、赤いピラミッドもあります。とあと階段ピラミッド、階段ピラミッドはまたなんていうの、中に入っていくのももうすごかったですし、うん、何ですかね、5年間にわたってイギリスとエジプトの専門家チームが緊急な対応に追われる2011年エジプト革命が中断されたそうなんですけど、侵食したものをねこう直してたけど中断されたそうですね、結局はね。うん、ジョセル王が作った最古のピラミッドだそうです。このジョセル王という王もねたくさん出てきますので、本当になんかどれがどれかわからなくなる時がありましたけど、でこの日も4シーズンに泊まって2泊したんですね。だからピラミッドのあるこう本当に何もないピラミッドがあるだけっていうとこ行けば、この都会の4シーズンに泊まった形で、で2泊したって感じですね。で次の日がマイドゥームのピラミッドっていうのだったんですけど、ここがもうどういうなのか忘れたんですけど、うん、バスで移動しましたよね、結構ここは。はい、で観光がバスで2時間ほどでメニアへ向かうっていう。でこの日のホテルがニューヒアポリスですかね、なんて読むんですかね、もうなんか全然もうこの4シーズンとは違うもうスーツケースがバーって落ちたのはいつでしたっけ。それはねルクソールでもう荷物を運んでるところに倒れたんですけど、ルクソールの駅のところでですね、荷物もなんか運び方もちょっと丁寧ではなかったんですけど、全然もうなんか何でもありかみたいな感じで、こっちも何もイライラすることもなく、なんか全部笑えてました。笑いで終わったって感じがします。そういうところも、だからもう結構ピラミッドがこんなにたくさんあるっていうのがなんかすごいなっていう感じがやっぱしましたね。ここですね、ルクソール、ここ自然のですね、中に、何ですかね、これはこう 石でできたね、ああでしたね、な石と何だろうね、こうもう石がこずんであるみたいな、もう本当に自然な、その日本ではもう地震が起きてちょっと難しいです ね、 そうですね、こういう建物はね、自然のものでなんかできてる感じ、ただ石で積んで、でも自然なものが真ん中にやっぱこうハスの花のある池があって、うん、でそのそばでお茶を飲んだりとかして、なんか夜も空が綺麗で、うん、外はやっぱり暖かいから、日本である宮崎に何ですか、ブーゲンビリアがいっぱいあったんです、うんうん、ブーゲンビリアがいっぱいありましたね、こういうのがね、あ、うん、色も赤いですね、なんかね影もまあないんですけど、そういう花とか植物とか自然な、そこに癒されましたね、うん、うん、エジプト料理を食べさせてもらったって感じですね。エジプト料理ってどんなものなんですかね。豆関係とか、うん、ご飯と、うん、ちっちゃなマカロニの、うん、もう線みたいな、それと混ざったご飯なんですよ。そのご飯も美味しかったんですよね、うん、お肉はいろんな、ものを食べさせてもらいました。あれはハトも食べましたね。お肉全部美味しかったです、うん、臭みもなくて、うん、日本人に
合うんじゃないかなと思います。別になんか日本の食べ物が食べたくてたまらないっていうのはなかったです。2週間前で私には全然合ってました。うん、そうでしょうね、うん、なんかつながってる感じですよね。なんかね、でアフリカ大陸だからね、アフリカ大陸からなんか人はこう渡って歩いたとかいうね、日本もたどり着いて、なんかそういう話もありますもんね。だからなんか何つながりはあるのかなみたいな感じですよね。うん、で16日って言って次がアマルナ跡地っていうところに来ました。だからそこにはトト神殿のエリアとか、きっと分かってる方は知ってると思います。トト神って言ったら時の頭を持つ古代エジプトの神トトっていう知恵と文書の神だそうです。ピラミッドの建造方法などを与えたのもトトとされているということでしたね。うん、この日はねアビドスのホテルっていうところに泊まりました。うん、まだ違うところなんですね。だから続けて泊まるんだったらちょっとこうゆっくりだけど、その日その日でもうまた次の動きますっていうもんだから、もうねパッキングって言いますか、うん、あれはもうしながら、それも十何日間だから、うん、大きいですよね、大きいでしょ、ね、そうで、なんか入れて入れてるかなと思う、上に乗ってみたいなガーッとして、カカカ入れながらチャックしたみたいな感じでした。うん、本当にアビドスっていうホテルも良かったですね。うん、でアビドス神殿に行くんですけど、そうですね、だからもう神殿ですよ、ずっとね、アビドス神殿、次の日は。そう、本当神殿ってね、うん、デンデラ神殿ってとか、うん、すごいですね。神殿はもうやっぱりね、これなんかハトホロの女神に捧げられた神殿です。デンデラ神殿ってあったんですよ、うん、ここはハトホル神殿って言って、ハトホル女神に捧げられた神殿で、ハトホルの女神、天空の神であり、また太陽を表すホルス神の母として、愛と美の女神でもあったと、民間で、ね、本当太陽、あ、本当にそんな夜が ね、あの柄ですよ ね、 そうね、なんかこう女神の神殿って言うとなんかワクワクします。うん、ね、なんか、うん、女神の神殿はまたやっぱ綺麗でしたね。いろんな女神のところ行ったんですけど、でルクソール神殿って言って、夜のライトアップで、うん、ここがちょっとね、素敵なとこだったんですけど、ここはねあれですよ、新王国時代にカルナック神殿の副神殿として建てられて、カルナック神殿ってあるんだけど、それの副神殿と建てられたんだけど、そこはね年に一度ナイル川の増水、水が増えた時期に、アメン神って、アメンっていう名前の神が妻のムト女神と過ごすために訪れる、オペト祭っていう、オペト祭りね、オペト祭のために作られたところだった。だからちょっとなんかね、7月7日のなんかこう ねたまに会う感じの、そうそうみたいにね、なんかそういうイメージがちょっとこう浮かんだよね。うん、建設当時はカルナック神殿とルク、神殿は、スフィンクス参道でつながっていた、スフィンクスの形の銅像がバーッとあったんですよ。だからその参道がつながっていったということだったんでしょうね。でこの時からクルーズ船って言って乗ったんですよ、クルーズ船、これはなんていうのね、分かる、難しいですね。ね、CONCERTO。ツナイルでね、ナイル。ね、CRVIS で、ここに3泊するんですけど、船に。3泊したんですよ。だからちょっとゆっくり、荷物も、ね、ちょっとゆっくり置いて、落ち着いてね、うん、その代わりの、お掃除しに来るから、うん、ちゃんとパッキングして置いてるんですけど、結構お掃除とかどこでも男性の方がほとんどでした、女性の人はあまり見なかったです。でお掃除した後に、部屋戻りますよね、観光して戻ったら、
何ですかね、ほらベッドの足を土足で置くところに、ようにカバーされてるじゃないですか、土足で足を蹴るように、あの、あ、足の、足の元に布団なんですね、うん、あそこあの、はい、汚れ、まあ、汚れ白いシーツが汚れてる、うんうんうん、あそこあれを使って、うん、1日目はゾウさんの形って言って、で実はゾウさんに見えなくて、あの私たちからすると、日本人からすると、あの何ですかね、あの葉っぱ、羽がこう広がる色が鮮やかな、クジャクかなと思ったんだけど、いや、そのお掃除の人がエレファントエレフォントって言ったからゾウさんですよね。ゾウさんの形を作ったり、おしゃれで、その次はワニの形を作ってました。もうなんかその戻ってきた時に、その人がお掃除の男性の2人の人がこう廊下にタイミングよく折ったりするもんで、こうドア開けた時にリアクションするんですよ、私は。はぁーみたいな、すごいみたいな、でしょみたいな、向こうも、うん、そうそう、なんかそういうのあのね、してくれて楽しませてもらいました。この船ではね、あのあれです。私初めてのあのあれ、足のマッサージを あのしたんですよ。お一人の方が体全身をして気持ちよかったって言って、ね、全身はちょっと抵抗があるので、あの膝から下の足のマッサージをしてもらうんですけど、あの30代の男性なんです。へー。うん、男性からマッサージするってなかなか。それはしてほしいですよね。そんなことないか。イケメンでしたよ、2人ともイケメンでした。うんうん、で、2人男性の方がいて、実はね、1回してもらってまた気持ちよかったもんで、ね、2回してもらったんだけど、私はあの同じ、やっぱ1回目も2回目もあの医師だったんですけど、うんうん、すごく丁寧で、手が大きくて丁寧で、うん、でまた力もあるから、力もその手、ね、その手、何だか影、うん、手がうまいんですよね。へえ。うん、で、なんていうの、その1人3人、やっぱね、ちょっと女性1人は怖いから、友達3人で行って、2人がして1人がって、交代でやってもらって、で待ってる間に、全然喋れないから、英語も私も、でもう1人の友達もそう詳しくなかったもんね、あの詳しくない者同士が座って待ってる時は、その待ってる男性の人、もう終わったので、その人と、あの携帯でですよ、そう、日本語と。ね、あれの、そうそうそう、それを彼が持っててしてくれたんです。え、おいくつなんですかみたいな。で、親はなんか同じぐらい年齢だったりして、で、同じぐらいに見えないとか言われて、え、ありがとうとか言いながら、そうそうそう、それで、あのなんか、もう一人人と話してたから、私も話したいと思って、すいませんみたいな、すいませんって感じで手を挙げたら、ハイタッチして、いや違うんですハイタッチされて、いやハイタッチ違うんですって、話したい話したいみたいな感じで話したとこだったんだけどあの子供さんがいるっていう、ね、パパさんでした。うーん、その体験も良かったです。もうなんかオイルまみれの足になって、なんか次の日に、ね、そう、足の裏もツルツルになったっつってすごく足が気持ちよかったです。そう、歩いたしね、洞窟の中も歩くし、四つん這いになって入ったりするので、すごくいい体験です、この船の体験は、ね、あの、うん、夫婦で行ったりとか家族で行ったりすると、うんうん、家族に一番いいことを優先するじゃないですか。そう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 、ね、やりたくてもあなた先にやったらとか、そうそうそう、うん、使えてるならやったらとかね、もう ね、自分のことだけ考えればいいからね、やりたいものはやるみたいな ね、 ね、そう、そう、癒されました。癒されるわそれ、本当にね、やっぱナイル川だから静かなんです、うん、船の動きが、ね、まさかね、船に乗ってるなんて思わないぐらい、ご飯食べる時も、でもあまりにも癒されて、もうお部屋の中で友達と泣きました。もう幸せすぎて、もう感謝だねって、なんでこんなありがたいことがないって言ってですね、うん、家族とかにね感謝で、自分たちも健康だったり、親も健康だからね、こんなことができた、そうですよね、介護とかいろいろあったりできないですもん、うん、決断がつかないですよね。決断、そうそうそう、いろんな意味でなんか、うん、うーっとこう込み上げてきてね、全てのことは整って、そうなんです、ね、うん、今までやってきたことも、そうそう、報われてね、うん、もうありがたいしかなかったです。もうありがとうございます。まだまだ話が続きます続きますが、はい、一応ここで終わらさせていただきますではまた、ありがとうございました。